熱中するものを見つけた方がいい。つぼつぼさん21歳男性、周りの人から何か熱中できるものを見つけろと言われますが、なんだかいい気がしません。スルーすべきでしょうか。21歳という若さですね、なかなかね。ということで、熱中するものを見つけろっていうふうに言われるということは、熱中するものを持ってないということです。なんとなくダラダラとっては失礼かもしれませんけど、なんかダラダラと生活しているとか、目的もなく生活しているとか、あるいは遊びたい盛りなんでいろいろ遊びに熱中しているとか、遊びに熱中することもいいことだと思うんですけどね。ということなんですが、そういうふうに熱中するものが見つけた方がいいのかっていうことね。二十歳ぐらいの年齢ってやっぱりすごく大切だと思います。私は人生の中で。特に大学生だとした場合におきましては、大学4年間、18から22ぐらいの、自分で自由にできる時間が一番多いのが、その大学生ぐらいの時期ですね。二十歳前後の時期です。社会人になって就職すると、さすがに仕事しなきゃいけなくて、仕事帰ってきてからの自由時間、土曜日、日曜日の休日の自由時間はもちろんありますけど、大学生なんかと比べるとものすごく自分で自由にできる時間というものが少ないです。ただ大学生とかであれば夏休みとかも使えますしね。だから自由な時間が今一番多いのが二十歳前後の方々、そして大学生の方々、高校生もそうだと思いますけども、それ学生の皆さん、非常に自分で好きなように使える自由な時間が多い。このありがたみというものを感じた方がいい。このありがたみというものは、社会人になった時になんでこんな仕事ばっかりして忙しいんだよ、仕事帰ってきてなんか楽しいことしようと思ってももう疲れちゃってできないんですよ。なので家帰ってきてなんか遊ぼうと思ってももう疲れたからいいわってなっちゃうっていうことを初めて社会人になって気づくんですね。毎日のように時間たっぷりあった時に、ああもっとあの時こういうことしとけばよかったとか、もっとなんかしとけばよかったよっていうふうに必ず後から思います。なのでその時間というものの使い方、その熱中するも見つけるか見つけないかっていうのはとりあえず置いといて、今の20歳前後の若い皆様方の時間の価値っていうのはすごい高いんですよ。貴重なんですよ。非常に貴重なんです、若い子の時間って。そこで何をするかによって将来決まると言っても過言ではないです。カバさんはじゃあ20歳ぐらいの時何してたのっていうと、読書、本が大好きだったので本を読んでました。あと映画が大好きだったので映画を見てました。超映画好きだったので映画を見てました。どのぐらい見てたかというと、年間200本見てました。200本を全部映画館で見てました。ということは月18本とか20本近く映画館で映画を見てたんですね。ほぼ毎日のように、1日おきよりも多い、3日に2日ぐらい映画を見ないと、1日2本見る時もあったんで、月に20本ぐらい映画を見て、重要なのはその映画をただ見ただけじゃなく、映画の感想とか映画批評っていうのを全本書いてましたね。年間200本見て年間200本の映画批評書いてたんですね。あと本も大好きだから、さらに読書もします。何のぐらい読んでたか分かんないけど、10冊とか雑誌とかを入れると20冊は楽に超えると思うんですけど、ね、小説も読んでましたし、ノンフィクションとかそういうのも読んでましたね。ということで、私の大学生活ではバカみたいに本をたくさん読んで、バカみたいに映画を見てたということと、あとそういう映画の感想とかを書いてた、アウトプットをしていたんですね。今考えると、これをやってないと今ベストセラー作家として全く活動できてないよねっていうふうに思います。逆にこの大学の時にアホみたいに映画を見て、アホみたいに本を読んで、アホみたいに映画の感想を書いて、文章もうどのぐらいの文字数を書いたか分かりませんけど、何十万文字ぐらい書いてると思いますけど、大学生の時、そのぐらいのことを自分にとっては楽しいからやってる遊びですけど、ね、遊びというものが今ものすごく役に立っています。なのでこういうふうに本を書いたりですね、ベストセラーになったりですね、皆さんに読んでいただけるような本がようやく書けるように、ね、なってまいりました。これも大学の時の蓄積がないと全くできなかったと思います。ということで、そういう何か夢中になるような熱中できるようなもの、スポーツとかでももちろんいいと思うし、何かそういう趣味でもいいと思うんだけど、熱中するっていうことは後々役に立つ。どういうふうに役に立つかわからないんだけども、それは単なるダラダラと過ごした時間ではない。スポーツでも何でも一つのことに打ち込んで徹底してやると、いろんなものが鍛えられるし、物事の考え方や精神力も鍛えられるし、いろんなメリットというものも出てきますので、20歳前後の皆さん方におかれましては、何かに打ち込んだ方がいい、一生懸命取り組んだ方がいい。なので熱中するものを見つけた方がいいよっていう他の方からのアドバイスがあったようですけど、私もそのように思いますね。ぜひ20代の皆様方におかれましては、熱中するもの、夢中になるもの、没入できるものというものを持った方がいいです。そこを通して何かあなたの才能とか可能性とか何かが開花する可能性っていうのがある。なんとなくダラダラと生活してたらそれは起こらないと思いますね。今の話っていうのは、こう毎日を楽しむ人の考え方にも書いてあります。没入するってことがどれだけ大切なのか、あるいは感動するという体験がどれだけ大切なのか、そういう遊びを通して人間っていうのは形成される、人間は成長するんですよってことが書かれた本ですね。ぜひ読んでください。 Amazon リンクは備考欄に貼ってありますので、ぜひね、没入することが見つからないっていう人、さっき言ったこの今質問してくれた人に読んでほしいんです。そういう人に、何か夢中になることとか楽しめることが見つかりませんよという人に読んでほしい一冊でございます。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。